シーズン5ではついに台湾公演、台湾ロケをやって台湾公演にも行きました。僕ら台湾で初めて、もちろん海外でのライブは初めてなんですけど、予想よりもいっぱいお客さんが来てくれて本当にびっくりしましたね。それで日本から観光客がついてくるだけじゃないのっていう、そういうなんかスマップのハワイ公演的なものかと思って違うかと思ったんですけど、本当に向こうの人でくすみさんとか言われて恥ずかしかったですね。台湾の井戸水は飲みましたかって井戸水はちょっと次の日はその台湾に行った時のイメージで、僕が本当の感じを作った台湾海星という曲を